山口組6代目組長を徹底批判噂の怪文書を生理危険時元次期組長が解明戦慄の中身とは2014年夏ヤクザ世界でひそかに話題となった怪文書があるベストセラー「鎮魂の著者」「勢力元山口組生理機会会長とともにその審議を徹底検証した最近 山口組内部の動向がカマビスシーインターネットや文書による百科両覧の趣である歯に衣を着せぬ告発合戦はとどまるところを知らない中でも文書については怪文書などと呼称すべき性質のものではなく恐ろしく正格をいた真実の告知文と呼ぶべきものであるこのような書き出しで始まる文書がベストセラー「チンコンさらば」 伊市の山口組宝島すごい文庫書集の著者で、元山口組直参、整理機会会長の整理機研氏師、73歳のもとに届いたのは、2014年8月下旬のことだった。整理機師が語る、文書は、ボンすぎに、俺の友人、山口組関係者のところに送られてきた。俺を名指しこそせんものの、文書の送り主は、その友人宛に送れば、必ず、 俺のととこころに届くことを知っている人間や。そして、俺の手元に届けば、表に出してくれると思ったんやろう。確かに、この文書の送り主の名前は書いてへんし、出どこも不明なんで、そういう意味では、怪文書や。けれども、文章はしっかりしとるし、この中には、ただの怪文書と切り捨てられん話が含まれとる。文書は、A4 の用紙2枚に縦書きで、 44時詰め70行、計約3000字にわたって綴られているのだが、その中には、西力氏が鎮魂の中で明らかにした、中野太郎中野会会長襲撃事件、平成8年7月10日や、匠勝五代目山口組若頭暗殺事件、同9年8月28日についても触れられている。当時の山口組を震撼させた、この2つの事件は、 いかにして起こったか、そして日本最大の暴力団六代目山口組の内部では今何が起こっているのか。西力氏が自らの体験を交えこの怪文書を解き明かす。執行部、幹部の集体、悪号の数々は目を覆うばかり。文書は序盤から痛烈な六代目山口組体制批判を展開する。現在の執行部、 幹部の集大悪業の数々は目を覆うばかりである。内部の噂話悪口はするな他団体に関しての話題も内政干渉に当たるなどとさも任協会の伝統掟を尊重するかのような態度を偽装しているが所詮は自己欺瞞、欺瞞と無能の所産である逆に山口組の現状を組全体や他団体に知らしめれば 自身の信頼を失墜せしめ、山口組自体が崩壊し、引いては自分たちの生命の危機さえ感じているからである。さらに、その批判の矛先は、六代目山口組トップとナンバー2、つまり司しのぶ六代目山口組組長と高山清二若頭、2014年6月24日に、強括罪で収監に向けられる。組内組内織に 京都市内で会津小手使いを思想して拳銃襲撃させた事件中野会長襲撃事件は現在の司高山の正体を如実に表しているつまりすべてが虚言と裏切りで成り立っていると断言できるいわゆる名古屋方式である現在の山口組体制はそのことが普通のこととしてやめまかり通る異常な世界なのである一旦 自分たちが窮地に陥ると山口組は互いに傷をなめ合って助け合わなければならないなどと言いつつその裏では自分たちの理に合致しないことにはどんなに身体を張って尽くした人間に対しても平気で裏切り追い詰め追放するこのことは司高山という人物が日本古来の都政の掟や真偽を知らないことに原因が求められるは筆者いかどうそして 文書はこのあとここまで山口組を衰退させ任協会全体を貶めた司高山両名の陰湿な関係をすべて述べるには紙数が足りないとしながらも中野太郎会長襲撃事件と匠若頭殺害事件から解き起こすことにすると述べ本題へと入っていくのだ当時の中野会長の言動は先鋭的であり匠若頭司行動会会長古川組長 桑田山県組長滝沢組長などほとんどの山口組幹部は苦々しくまた恐怖心さえ感じていた桑田組長と杯津小手塚の野津越会長も違った状況であるが恐怖を覚えていたここに出てくる司工藤会会長とは当時5代目山口組若頭補佐だった司忍初代工道会会長現6代目山口組組長のことで 古川組長も同じく、当時、若頭補佐を務めていた古川正明、初代、古川組組長、平成17年に引退、同、18年に死去のことだ。また、桑田山県組長は、桑田賢吉、三代目、山県組組長、平成17年に引退、同、19年に死去で、滝沢組長は、滝沢隆、法領会総長、平成20年に六代目山口組顧問。 同21年に引退のことである桑田滝沢両組長も司古川組長と同様に当時若頭補佐として匠若頭を支える山口組執行部のメンバーだったそして文書は中野会長襲撃事件の核心部分に迫っていく中野会会長襲撃の首謀者は司忍六代目の真偽そこで当時 お人よしで少々軽いとの表のあった古川組長に司が接近しけしかけ桑田組長匠若頭に中野会長殺害を持ちかけたのであるつまり文書のあるは中野会長襲撃事件の首謀者を司六代目山口組組長だと指摘しているのだそしてその理由を講談で次のように述べているなぜ司は これほどまでに中野殺害に固執したのか中野会長と司は共に大分県の出身である司の出自来歴について熟知していたし特に集団就職以後の大阪での履歴については詳細に把握しており司にとって中野会長の存在は一生頭の上がらない目の上の単行部だったのであるだが成力氏はこの見方に事を唱える 中野襲撃の首謀者はあくまで匠勝る5代目山口組若頭ですよ。ただ、司が、それ、中野襲撃を知らんかったかといえば、そうやない。鎮魂を書いたときには、山口組に対する刺激が強すぎると思って、あえて名前は伏せたけれども、こんな文書が出回るぐらいやからもうええやろう。中野が襲撃された直後、 古川のまーちゃん、正明、五代目山口組若頭補佐と頻繁に連絡を取り合っとったのは司ですわ。中野会長襲撃事件直後の山口組内の様子について、西力氏は鎮魂の中でこう綴っている。ところが、巧みに取り込まれとったんは桑田だけやなかったんや。というのも、中野が襲撃されたとき、俺と親しい直さんがたまたま。 古川のまーちゃんと一緒におって、まー、あ、ちゃんと別の若頭補佐とが携帯電話で話すんを聞いとった。その、生理期の親しいじきさんの目の前で、まー、あ、ちゃんと別の頭補佐は、もう中野の玉命取ったか、いやいや、死んでへんという会話をしとるわけ。その後も、その頭補佐からは、何遍も、まーちゃんの携帯に電話がかかってきて、その度に、 中野は死んだんやろいや、それは間違いやとかいう会話を繰り返しとったというんや、せ理期が続ける。この頭補佐いうのが司のこと。つまり、中野襲撃義軍団は、若頭の匠やけど、司や桑田、古川や滝沢ら、当時の頭補佐ごみ殴るやったんです。再び文書に戻ろう。中野会長襲撃事件について。 文書はこう続けるしかし、組内部での実行は、同様と不信感が増幅し、組織が持たないとの判断から、山口組は会津小手使いに白羽の矢を立てたのである。会津小手使いは、なぜ、この計画に乗ったのか。客観的には、図子図子会長が、桑田会長との日常会話の中から、山口組内部の状況を熟知していたこと、すなわち、 渡辺義則五代目山口組組長が石白弱で主体性に乏しく執行部に対して強権的な発言ができないこと実行後の和解も容易だと踏んだからであるさらに会津小手伝いが最終決断を下した最大の理由は図越会長が中野会長から多額の金の無心をされ断り切れずにいた事実である合わせて中野会長が 京都二重居を移したことと相まって将来に対する不安と恐怖心が渦巻いて永久に無心が続くならばと健康一滴健康一滴の勝負に出たのであるここに出てくる図越会長とは当時四代目藍塚鉄の若頭で実際に中野会長を襲撃した四代目中島会野津越年次会長後に五代目藍塚鉄会会長のことだ図越会長は 中野会長襲撃事件が起こる5か月前の平成8年2月、前出の桑田、五代目山口組若頭補佐らと五部の兄弟さ和樹を交わしていた。文書はこう続く。この中野襲撃に関して襲撃を受けた現場の理髪店の窓ガラスが防弾に改造されていた事実がある。これは会津小鉄の襲撃を知る若手が一人抜け。 中野会の組員となり、襲撃計画を通報し、迎撃態勢を整えていたのである。この時き、会津から桑田組長に襲撃計画が漏れているから、実行を延期したいと、再三にわたって申し入れが行われたが、古川組長や司の姿勢は強硬で、返し、ままって、日頃の軟弱不りを糾弾され、実行せざるを得なかったのである。解文書の主は 五代目時代からの直んで執行部にいた人物ここで改めて中野会長襲撃事件を振り返ってみよう平成8年7月10日午前11時58分頃京都府八幡市の理髪店に7から8人の男たちが2台の車で乗りつけた男たちは車から降りると理髪店を扇形に取り囲み窓ガラス越しに店内に向け 一斉に射撃を開始したこの理髪店は中野会長の行きつけでこの時もちょうど散髪中だった店内には当時中野会長と理髪店店長の他に会長のボディーガードで中野会若頭補佐だった高山弘武高山組組長当時がいた銃撃を受け入り口近くに座っていた高山組長は拳銃で応戦さらにその直後 近くの路上で待機していた中野会組員らの車2台が襲撃グループを挟み撃ちにするように突っ込み銃撃戦となったこれによって襲撃班のうち2人が射殺されたが中野会長は奇跡的に無傷で歩いて帰宅後に死亡した襲撃班2人は4代目会津小鉄系4代目中島会傘下の小弱会と七聖会組員だったことが判明した西力氏が再び語る 散髪屋の窓ガラスが防弾に改造されていたかどうかは知らんが中野会が事前に中野が襲撃されるという情報をつかんでおったのは間違いないだからこそ高山弘武組長はすぐに反撃できたわけやし道具を飲んだ中野会の若い修らがそばに待機しておったのもこの文書の言う通り会津の襲撃計画が漏れとったからやろうそして文書はこう続く この中野会長襲撃は失敗に終わり、会津小鉄側の形ばかりの詫びを、渡辺五代目が簡単に受け入れ、その根回しを、匠若頭が率先していったことから、中野会長の疑念は深まっていく。この襲撃事件をめぐっては、文書の指摘する通り、その日のうちに、図越会長ら会津小鉄最高幹部が、神戸の山口組総本部を訪れ、謝罪。匠勝 桑田若頭補佐ら山口組執行部と和解するという異例のスピード決着が図られたそしてその席には前出の古川若頭補佐も同席していたというこの日の山口組総本部の様子については鎮魂に詳しく描かれているのでそちらに譲るがさらに文書はこう続く以前渡辺五代目の処遇について匠若頭から トラック一杯の現金を中野会長に届けるから一任してくれとの申し出がなされておりそのことと相まって匠殺害への決意が深まっていく匠襲撃については中野会長は渡辺五代目の同意を得てから実行しており事件後の中野処分について二転三転する中執行部が五代目を責め立てて結局は絶縁となったのである この匠若頭が中野会長に申し出たとされるトラック一杯の現金、そして中野会による匠若頭暗殺事件への渡辺五代目の同意、さらには二転三転した事件後の中野処分についても鎮魂の中で詳しく述べられているので、ここでは触れないが、成力氏はこの怪文書の主についてこう推測する。中野襲撃や匠暗殺について、ここまで知ってるんは。 5代目山口組時代からの直参、それも執行部によった人間野郎な。今も山口組の中によるかどうかは分からんけど、司組長や高山、若頭ら、名古屋、行動会の体制に不満を持っている幹部か、元幹部クラスの直参に間違いない野郎。そして文書は、再び現在の6代目山口組批判に論旨を戻す。 取材文西岡健介ジャーナリスト。